プロ野球広島東洋カープの春季キャンプが日南市でスタートです。一軍は2年ぶりの日南キャンプ。1963年から始まったカープの日南キャンプは今年で60周年。地区住民が飾ったおよそ400匹のミニ鯉のぼりも歓迎。市民による歓迎式には選手や監督スタッフおよそ50人が参加。この地方の小さな都市にあって広島東洋カープが来てくださることは、野球少年のみならず日南市民にとっても自慢であり誇りであります。本当に感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうカープ、これからもこの街でずっと。日南市長から鈴木球団本部長へ60周年の感謝状が贈呈。新入団選手が紹介された後、宮崎地特子や宮崎牛などの特産品が球団へ贈呈されました。昨シーズンの優秀選手の表彰として、栗、栗林、菊池に完熟マンゴー太陽の卵の目録が贈呈。激励を受けて笹岡監督は、50年長らくの戦い大変お世話になり、ありがとうございます。2年ぶりの日南キャンプです。2022シーズンに向けてしっかりと準備してまいります。昨年も悔しい思いをしました。今シーズンこそは皆様の期待に応えるよう、そして秋にはキャンピオンフラッグを持って帰れるようチーム一丸頑張りますので、今年1年またご声援よろしくお願いします。この日日南市の気温は13度。全体練習を前に堂林が挨拶。一人一人が自分が戦力になるんだという強い気持ちを持って、泥臭くガツガツガツで今年1年戦っていきましょう。そして最後にはうちのビッグボスを胴上げしましょう。最後、昨年は新型コロナウイルス対策で無観客だったが、今年は有観客でファンサービスは自粛。まん延防止等重点措置が適用される2月13日までは宮崎県民のみが観覧可能となっています。球場へ訪れることができたファンは、久々に選手がはつらつとした姿を見れて本当に感激してます。なんかすごいやっぱり嬉しいですね。今そこの階段ね、こう登ってきた時に、登るときにこう球場が見えるじゃないですか。で選手が見えたじゃないですか。涙が出そうになった。やっと見れるんだなって。また今度はね、もう試合がまた見たいです。はい。ドラフト1位の黒原、そしてドラフト2位森も一軍キャンプメンバーに。復活をかける12年目のシーズンを迎えた中崎。プロ4年目、日南市特命大使に任命されたケムナ。宮崎出身の葉月などチーム内のレギュラー争いにも注目だ。昨シーズンのカープは不安定な戦いが続き、3年連続 B クラスとなる4位。ガツガツと貪欲に戦うカープの勝利を願って、今年のキャッチフレーズはガツガツガッツ。10度目のリーグ優勝、そして4度目の日本一を目指す広島の日南キャンプは、1軍が2月13日まで、2軍が28日まで行われます。